ムキャラさん、どこにいらっしゃるんでしょう。情報通りならこの近くのはずよ。今さら嘘の情報を渡すとも思えないし。あ、見つけました。あれ、プラネティウヌにあったのと同じです。いた！あなたがラステーションのゲームキャラですか？ん？お前はプラネティウヌの女神、いや、女神候補生か。今度のゲームキャラさんは起きてるんですね。それだけプラネティウヌに比べてラステーションのシェアが低下してるってことかもしれないわね。あの、お願いします、私と一緒に来てください。唐突だな。わけもわからないまま同行などできるはずもない。女神たちが妖怪墓場に捕まってるんです。助けるために力を貸してほしいんです。そうか、うすうすと気づいてはいたが、やはり女神はよその地に囚われているのか。ならばなおのこと、お前たちと一緒に行くわけにはいかない。どうして？私の使命は、女神の身に何かが起きたとき、代わりにこの地を守護すること。私が一時でもここを離れるということは、その間この土地を守る者が完全にいなくなることを意味する。それはできない。古の女神と交わした約束でもあるからな。それじゃあ、女神が捕まったままでいいっていうの？私の使命は、あくまで女神の代理。女神を助けることではない。そんな…もう、一体どこにいるっちゅう。もう探してないのはこの辺りだけ。はあ、愛しのコンパちゃんともあれから全然会えないっちゅう。恥ずかしくなって逃げ出したのが大失敗。ん？ああ、ついにコンパちゃんの幻覚まで見えてきたっちゅう。いや、幻覚じゃない。あれは本物の…コンパちゃん！愛しの天使、コンパちゃん！この間のネズミさん、覚えててくれたっちゅ。感激っちゅ。ちょっと、今大事な話してんのよ。邪魔しないでもらえる？何言ってるっちゅ。この世にコンパちゃんより大事なことなんて。あー、そこにいるのはもしかしてゲームキャラ？ネズミさん、ゲームキャラさんをご存知なんですか？なんという幸運な一日っちゅう。コンパちゃんとゲームキャラが同時に見つかるなんて。そうだ、コンパちゃん、一緒にあいつをやっつけるっちゅう。え？やっつけるって何を言ってるです？ネズミ、あんたまさか。ゲームキャラをやっつければご褒美がもらえるっちゅう。コンパちゃんも特別待遇でマジコンヌに入れるっちゅよ。このネズミさん、敵の一員だったの？ダメです。この方を倒したりしたらゲーム業界が…そうっちゅ、また一歩マジコンヌのものへと近づくっちゅ。女神もいない、女神を信じる者もいないゲーム業界なんて、あっという間に我々のものだっちゅ。だからコンパちゃんも今のうちに。やめてください。コンパちゃん、私は女神さんたちを助けるために旅をしてるです。ネズミさん、あなたは私の敵です。ガーン、敵？そんな敵ってことは嫌いってことっちゅか？大嫌いです。世界をこんなにしたマジコンヌなんて大嫌い。しかも
2回言われた。ダメっちゅ、恋に敗れた以上仕事に生きるしかないっちゅ。マジコンヌのために全員まとめて死ぬっちゅ。やっぱりこうなるのね。ネプギア、説得は後回し、先にこいつを何とかするわよ。わあ、いつの間に敵が来てたんですか。あんた集中すると本当周りが見えなくなるのね。ほら来るわよ。チュー。しようかな。そこで逃げちゃダメ。くらえー、やめろっちゅ。バイバイ。いっぺんの悔いなしっちゅ。楽しかったね。ちゅ、恋に敗れ仕事も失敗、今日は最悪の薬味っちゅ。あれが今のゲーム業界にあだなす敵か。そうよ。ちなみにその敵にあんたの居場所が知られちゃったわけだけど。そのようだな。しばらくは身を隠さねばなるまい。だったら私たちと一緒に来てください。私がゲームキャラさんのこと守りますから。それはできぬと言った。もう頭固いな。今はゲーム業界全体があんな感じなんだよ。自分の住むとこさえ守れればそれでいいの？女神もいない、女神を信じる者もいないゲーム業界なんて、あっという間に我々のものだっちょ。守っているだけでは守れぬものもあるか。女神候補生よ。はい、考え直してくれましたか？やはり私はこの地を離れるわけにはいかぬ。古の女神との約束は破れぬ。そんな、どうしてもですか？だがこの地を離れずとも力を貸すことはできる。私の力の一部をそなたに託そう。これが私にできる精一杯だ。女神を、ゲーム業界をよろしく頼む。ありがとうございます。絶対に両方とも助けてみせます。さて、これでラステーションでの用事もほぼ終わったわけだけど、女神候補生の協力を得られてないですね。どうするです？女神様が二人も嫁になったら嬉しかったんだけどな。ユニちゃん、まあダメならダメで仕方ないわよ。一応最後に教会に報告しときましょうか。